いや、そろばん教室。ワクワク惑星どんぐりくん。音のない国。うんうんうん。いっぱち、なんでそんな格好してんの？だって、またツルツルしたら怖いもん。大丈夫よ、もうツルツルの国は抜けたから。いや、いつまたあんなことになるかわかんないよ。大丈夫だってば。言っても無駄よ、こういう人は。特にああいう目に遭うと慎重になるもんよ。こういうのをことわざで。なんて言ったの？はは、音のない国に入ったのね。また変な国に入ったんじゃないでしょうね。でもこうしてみると悪くない国ね。何言ったって聞こえないんだから。バチャールなんか言ったな。あんたバカにするとき顔に出るもんね。だいたいちょちょ、あんたお子ちゃまのくせに生意気なのよ。たく今絶対私の文句言ってる。もうあんたは生意気、生春巻きなのよ。あら、何それ。やだ、いい意味でよ、うん、いい意味で、うんうん、全然いい意味よ。は、うん、ほら、美味しいでしょ、春巻きって。ほら、知らない？ほら、お腹減ったね。続く